皆さん、毎度毎度。はい、ワンレンのカットね、柴ちゃん先生、後ろはワンブロックね、ツーブロック、まあ適当にやってるってことだよね。それが一番だね。ワンレングスの基本カットって何かなって考えててね、いや、みんなどうしてんのかなって考えてるうちにね、基本は結局ないんだよね。だから逆にね、基本のカットはこうやってこうでね、これでなければいけないと言ってる人がいたら、それがたまたまの一例を言ってるだけでね、すべての人に適用できないっつの？まあ、間違いではないけど正解じゃないってことだよね。だからその切り方真似してね、切って失敗したったら、そりゃそうだよ、それこの髪質にはそういう切り方しちゃダメだよ、みたいにね。カットはね、基本に縛られない方がいいよね。サイドは、2ブロックね。男性がやる2ブロックのカットじゃなくてね、2段に分けて下を切って上をかぶせてその長さに合わせて切ると。だこれ後ろから切ってるからそういう風な切り方になるのかな。自分なんかほら、サイドを一発で切ってまず長さを見るっていう関係上ね、分けてなんかいられないよね。もうとにかく一発で切って、で一発で切るんだけど、ブランとで切ると非常に切り口が見苦しいからね。まあチョップカットで切って長さを聞くと。カットはね、基本に縛られずにね、自由に切るのがいいよね。精神的ね、プレッシャーのかからないところからね、挨拶代わりに切って、まあ、顔色を伺うってのもありだしね。だけど、美容室は商売だからね、カット一人さ、1時間かけて1万5千円もくれんだったらいいけど、だからたかが知れて3000円前後のね、まあ、仕事だからね、やっぱり効率重視だよね。本当にね、カット3分で終わらせたいよね。3分で終わらすにはどうしたらいいんだろうね。しかもゆっくり動いてね。はい、お疲れ様でした。おはようございます。ハル先生、いつもコメントありがとうございます。どんぐらい持って帰ってきた？結構持って帰っちゃっていいよ。そっちは3人で組んだったら3人で組んで。そうだね。10個はいけいけね。まだあとこっち5個焼くんだから。2、3、4、5、6、7。8、10個じゃあれか、12個か。いや、いいよ、10個で。あ、そう。ぴったり。肉団子は まあいいか。肉団子を持って帰るかな。でも肉団子いい感じだよ、なんか。輪ゴムがみんな溶けちゃった。新しいの。溶けちゃった。あ、だめだめ。あった。あ、どうも。